中国人女子留学生の日本でのエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は、日本が大嫌いな父が中国からやってくる。反日の父が娘の留学先の日本に来て起きた出来事に海外が興味津々の話題です。海外、日本は何なんだ？母国を離れ留学をしている学生の親御さんたちは子供がどのような生活をしているのかとても心配なのではないでしょうか。ましてや留学先の国に良いイメージを持っていなかったとしたら余計に心配してしまいますよね。今回ご紹介するのは日本が大嫌いな父を持つ中国人女性が日本に留学中に起きたエピソードです。日本での留学中にお父さんから突然あるメールが届いたようです。それでは早速見ていきましょう。特にアニメなどの日本のサブカルチャー文化が大好きで、いつか日本で生活することを夢見ていた私。中国では反日教育を受けてきたけれど、日本に対してはそれほど嫌な感情はなかった。私はあまり歴史に興味がないし、そもそも人に言われたことよりも自分の目で見たものしか信じないタイプだからかもしれない。それに、あんなに素晴らしいアニメ作品を作る日本を嫌いになるなんて正直ピンとこなかった。私の青春はアニメに捧げてきたし、いろんなことを学んで、いろんなドラマで泣いてきたわ。だから大学に入学したら、周りの反対を押し切って日本に留学することに決めたの。もちろん私の家族も猛反対。あんな国に行くなんて許さないとか、家族の恥だとか言われたけれど、こっそりバレないように、コツコツとアルバイトをして貯めた貯金をはたいて留学したわ。こうなるってことは分かっていたから。ママは最終的に許してくれて、足りない分のお金も出してくれたけど、頑固なパパは見送りもせず、口を聞かないまま来日した。なんか、ほぼ家出状態で日本に来たようなものよ。憧れの日本での生活は、これまで中国で受けてきた教育とは全く違い、ショックを受けたわ。日本人は悪魔のような国民だって聞いていたけれど、そんなことはなくて、私が大きいスーツケースを一生懸命運んでいたら、手伝いましょうかと階段を上るのを手伝ってくれたりしたわ。こんなのは中国ではありえないこと。それに日本人って公共のスペースだと周りに迷惑をかけないように静かにしているのよ。友達と話すときだって声をなるべく小さくして会話をするの。中国だと歩きタバコや路上でポイ捨てする人も多いけれど、日本人はそんなことをしない。タバコを吸う日本人の友達がいるんだけど、必ず喫煙所を探して吸っているの。喫煙所がない時は落ち着きがなくなるけれど、絶対にそこら辺で吸うことはないわ。だから来日した当初は喫煙スペース以外で吸ったら罰金があるのかと思っていたんだけど、そんなことはないみたい。もちろん中には周りの迷惑を考えずに吸う人もいるみたいだけど、これは少数ね。あ、そうそう。タバコで思い出したんだけど、日本人は基本的にタバコを吸わない人の前で吸うときは、吸っていいって相手に許可を取ってから喫煙するのよ。中国では非喫煙者のことを考えている人なんていないからびっくりしちゃったわ。そんな生活の様子や日本の様子をママには頻繁にメールで報告していたの。ママも驚いていた様子だったわ。最初はママがパパに伝えてくれたのかなって思ったけれど、ママはパパに日本の話をすると機嫌が悪くなるからって一度も伝えていなかったみたいね。そんなある時、急にパパが日本に来るってメールが送られてきた。え、どういうこと？でも、あの反日のパパがどうして日本に？もしかしたら強制送還されるかもしれない。そんなの絶対嫌だわ。パパが来日してきた日は用事があって空港には行けなかったんだけど、最寄りの駅でパパが到着するのを待っていたわ。もうすぐ着くって連絡が来た5分後に大きな荷物を抱えたパパを見つけたの。半年ぶりに会ったパパは少し痩せていたけれど、元気そうで安心。二人とも食事はまだだったから、近くのレストランで食事をとることにしたわ。強制帰国させられるのかと不安でいっぱいになりながら、恐る恐る、まだ怒ってる？でもどうして日本に来たの？と尋ねてみるとパパは、日本が大嫌いだったが、娘が言った以上、本当にやばい国なのかを確かめに来た。いじめに遭っていないのか、暮らしはどうなのかなど、日本での生活を確かめたかった。だって。でもそれから続けてゆっくりこう話していったの。だが、ここに来る間のわずか数時間で、すでに俺の頭はパニックを起こしている。中国こそが一番発展していると思っていたが、それは違っていたかもしれないな。中国は確かに発展していったが、東京のような清潔さはない。発展していくと同時に経済格差が広がっていき、街にはスラムのような人たちがたくさんいる。街はゴミばかりで片付ける人もいない。国がお金をかけて掃除をしていくが、そんなの意味がないくらい街は汚されていく。俺にとって当たり前の生活だったけれど、日本に来て本当の豊かさは何なのかを学んだ気がする。まだ空港と電車内と少しの街しか見ていないが、それだけでも日本の豊かさがわかる。街は清潔に保たれ、スラムのような人もいない。そして人の心だって余裕があるようだ。お前に会うまでの道の途中で人混みを歩いていたんだが、ある日本人の男性にぶつかった。その男は嫌な顔一つせずに、ぶつかった途端にすぐにすみませんと謝ってきたんだ。中国ではそんなことはありえないだろう。中国だとどちらが悪いなど関係なく口論になるはずだ。俺がもし日本語を話せて、相手が謝ってこなかったら怒鳴り散らすつもりだったよ。さらに同じような出来事がもう一回起きたんだ。これはその人の性格というより人種の性質なんだとすぐに理解できたよ。他にもこういう出来事もあった。駅構内のエレベーターに乗ろうとした時なんだが、エレベーターが閉まろうとしたから急いで飛び込もうと俺は思ったんだ。だけどエレベーターの手前には数人列を作って次のエレベーターを待っている人たちがいた。これが中国なら 3,4 人待っていたとしても我先にと並んでいることなど関係なく乗り込む人ばかりだろう。でも日本人はみんなマナーを守って来た順番でエレベーターに乗っていくんだ。さすがに俺もこれじゃいけなかったよ。それにドアの真正面に並ぶこともない。降りる人の気持ちを考えて、ドアの正面は開けておき、みんなが降りたのを確認してからエレベーターに入っていったんだ。一体この国はどうなっているんだ。俺はそう思ったよ。いろいろ心配したが、母さんが言った通り心配しなくても大丈夫なようだな。お前のやりたいことをしっかり頑張れ。しっかり勉強して帰ってこい。日本に行く前は見送りに行けずにすまなかったな。って話してくれたの。私は話を聞きながら涙が止まらなくなった。日本に来る前はもうパパと絶交してもいいという気持ちで留学したけれど、まさか私のことをこんなに考えてくれているなんて思ってもいなかったわ。そしてなんで私が当時のパパを嫌いだったのかここでわかったの。日本が嫌いなパパが嫌だったんじゃなくて、私の好きなことを批判して私を理解してくれようとしない気持ちが嫌だったの。パパは完全に反日で亡くなったわけじゃないけれど、日本に来て日本と触れ合い何かが変わったのは事実だわ。その後パパが滞在する数日間はもっと私の大好きな日本を理解してもらえるようにおすすめの日本食や観光地、そして私の日本人の友達も紹介して反日も薄れていったみたい。日本食や観光地でもパパは驚いていたけれど、一番パパが変わった理由はもしかしたら私の仲のいい女友達のパパに接する態度だったのかも。恥ずかしかったのか、日本人への苦手意識なのか、パパは失礼なことに最初はムスッとしていたけれど、私の友達はそんなことは関係なく、いつも通り目上の人を敬って接してくれて、パパも徐々に自分の態度が失礼だったことに気がついたらしいの。友達と別れてパパと二人きりになった時に、パパはあの子はいい子だと思う。礼儀もしっかりしている。それに頭も良さそうだ。日本人にもいい人はいるようだ。いい仲間に巡り合ってよかったな。って言ってきたから、さすがにびっくりしたわ。日本人でもってところが気になったけれど、パパが私の友達を気に入ってくれて嬉しかった。日本人への苦手意識も少しはなくなったかも。でも中国ではこんなパパは考えられない。日本がパパを変えてくれたかもしれないわ。あんなに日本が嫌いで頑固なパパを変えてしまった日本は本当にすごい国。残りの留学期間も精一杯楽しむの。以上がエピソードの概要です。そんな日本人のマナーの良さや日本人の民度の高さについては、たびたび海外スレッドなどでも話題になっており、海外からは自国との違いなどのコメントも数多く寄せられています。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。日本人の正直さっていうのは人生の早い段階で身につけさせられているんだよね。それこそ幼稚園で他人のものを盗もうだなんて夢にも思わないんだろうね。日本ではトイレの間場所を取っておくためにスターバックスのテーブルに iPhone を置きっぱなしにするのなんて珍しくないよ。アメリカで同じこと想像してみてよ。日本人は全てに誇りを持っているね。道路は綺麗だし、人は優しいし、ご飯は素晴らしいし、美味しいし、日本の全部が大好き。絶対また行くよ。空港でドライバーをしているけど、多くの日本人と他のアジアの国の人を乗せたよ。日本人は親切で礼儀正しくてマナーがいいね。きちんと仕事をした時は感謝をしてくれる。日本は何なんだ？日本はイギリスと同じく島国だけど、他の点では真逆だね。大阪に行った時、人が親切で衝撃だった。道に迷った時にたくさんの人が助けてくれたし、とてもフレンドリーだったよ。日本ではパジャマで買い物やレストランに行く人はいないよね。でもアメリカじゃ結構いるのよ。そして仕事でも遊びでももっとカジュアルね。日本人はきっちりしているわ。俺の国では都心の人は失礼だけど、小さい町の人は親切だよ。でもなぜ日本はこんなにも綺麗なのかしら。掃除をしている人も見たことないのよ。以上が海外の反応です。今回の中国人女性はお父さんとの関係がうまくいったようで良かったですね。日本の文化は海外から見ても独特だとよく言われますが、こうして少しでも日本の良さが分かってもらえるとなんだか嬉しいですね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか？よかったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。では、またお会いしましょう。日本っていいね。